皆様、こんにちは。一日散歩切符で道を一周する鉄道旅、長万部駅に到着です。次の列車までは1時間20分ほど、駅弁を楽しもうかなと思ったんですが、ちょっと体が冷えましたので、名湯長万部温泉で体を温めることにしました。さあ、出発です。どうぞよろしくお願いいたします。長万部といえばカニ飯ですね。カニ飯の駅弁でも有名なのですが、ここ、蕎麦の合田さん、折詰蕎麦の駅弁を販売している有名店です。いやー、いつもね、カニ飯にしようか、蕎麦にしようか、長万部駅に着くと駅弁迷うんですよね。ここはカニ飯の金谷さんです。ここでカニ飯の駅弁を買うことができます。店内で食べることができるんですよね。確か特急列車の座席が置いてあって、そこでカニ飯を食べれるんじゃなかったかなと思います。ちょっと入ったことがないので詳しくは分かりませんが、確かそうだと思います。今の時刻はお昼過ぎ14時20分ぐらいなんですが、前回の動画でですね、来ましたくっちゃん駅なんですけれども、そこで実は美味しそうなおにぎりが1個売ってて、ちょっと買って食べちゃったんですよね。つまみ食いしちゃったんです。なんでお腹が満たされているので、今回は温泉を楽しむことにしました。というわけです。温泉街に行くのに跨線橋を渡るんですが、いや、ここの鉄道の景色、最高のトレインビューですね。ちなみにこの右側の線路、ここが室蘭本線で、左側にカーブを切っているのが、先ほど私が来ました函館本線の山線というとこですね。さあ、まっすぐ進みましょう。階段を降りるとすぐ温泉街のはずです。とても閑静な住宅街という感じにも見えますね。階段を降りてですね、右と左に分かれるんですが、どっちだろうと思って考えていたんですが、どちらも温泉街でした。ここ長万部温泉街なんですね。とりあえず今右に曲がって進んでいます。もういろいろな旅館、ホテルがあります。ね、ここホテル東さん、ここも温泉ですね。いや、天然温泉って書いてますね。いや、いいな。いやー、今日はどこで入ろうかな。しばらく歩いてましたら石碑を発見しました。長万部温泉発祥の地、ここで掘り当てたんですかね、温泉を。ということは、ここいい温泉なのかな。長万部温泉ホテル、日帰り温泉って書いてあるから、ここにしてみましょうか。お、なかなかいい感じの作りですね。それでは、一風呂浴びに行ってまいります。いやー、いい温泉でしたよ。源泉かけ流しでした。もうすごい温まりましたね。450円で入れるのは最高ですね。さあ、出発まであと20分になりましたので、駅に急ぎましょう。長万部駅に戻ります。いや、よかったよかった。長万部駅到着しました。これから室蘭温泉、そして千歳線に乗って札幌へ帰ります。これからは一気に帰りたいと思います。